こんにちは、あかねです。見て見て、うち初めてのメインやで。クロスワードパズルで楽しく遊んでいきますね。いっちゃん左上は名前が立派すぎて実物が劣って見えること。名前が人物に見合ってないわけか。そんなん吉田くんちゃう？あー、赤文字や。赤やとどうやら間違いらしいんですよ。まあまあ、これはお試しっちゅうことでね。普通に名前負けですね。はい、次。2文字で保ち続けること。保持、正解や。そこの縦側、ほから始まる本当の心の中。ほほほちゃうんかい。うちいっつもはにかんどるで。本心やと4文字やし、ここは本音ですね。音楽に合わせて動いて、さまざまな姿を見せること。姿、マジシャンの早着替え。わかりづら。舞で会ってたん。姿、まあそうか。さて、木や石、動物の角などに名前を負ったもの。まあ木とか動物からしたらたまったもんやないから、因縁って可能性もありんかんですね。はい、お次、巻きにするためにここ巻き巻きでええわ。不正があるのではと疑うって出ましたけど、結構いろいろなことがありますよね。マジでとか、はい、疑惑ですね。物事を詳しく調べ、内容を明らかにすること。改めてこうして出題されると難しいですよね。件が埋まってなかったら、うち取り調べとか答えちゃうかも。検証が違うなら研究ですか。当たりや。この漢字の読みはネジ。その時々のものの値段は時価。用紙半分近くが埋まりました。ほんで、太陽暦の8月8日。8月8日っちゅうたらあれやん。うちなんでこんなん知っとんのやろ。まあ秋が始まる日っちゅうなら立秋ですか。さて、左下に行くで。ヒントは再び来ること。しつこい。あれ、いいだけ合ってる。いやいや、勧誘とか断っても来るのしつこいで。ちゅうかこれ、ヒントを略すだけでええな。変に考えすぎてたかしら。変に考えさせられるヒント来たで。なんやねん、生きている値打ちってプライスレスちゃうんか。いいから始まる4文字。イカ様、ある意味で人生の値打ちにもつながるし。あと何でしょうね。生きてるとイライラすること結構あります。なんや、スランプに陥ったので別の見てみましょか。ラーで始まる5文字。ラララライ。ヒント全然読んでへんやんけ。いいや、どんどん行きましょう。インダス川とガンジス川があるのはインド。場所や方向を尋ねる言葉は、どこやって言わへんですか。だとしたらちょっとわからないですね。先に立てんとこやりましょう。言っても仕方ないことを嘆く2文字の言葉。これはぐちっと。本ならこれ何？ど、ち、どちら。いいや、どこやの方が絶対使う。クロスワードパズルやなかったらここ積みポイントやで。うち一生懸命考えてウェアとかまでたどり着いたねんで。えらい遠回りしたもんや。国内で住むことを外国まで行ってもうた。ひとまず縦の靴磨きが埋まりまして、そうするとさっきの生きている喜びとかっちゅうんは生きがいになるわけか。生きている値打ちね。ママええわ。順位をつけることはランキング。面白がって伝わる不確かな話っちゅうたら、2文字やったらデマかなって思たけど3文字やと噂。上半身の一番外側に着るもの。なんやねん、宇宙服って、それ一番外側にいる時に着るもんや。ひどいなこれ。それを言うなら十二一重や。一番上に着るやつを殻に塗って言いますね。十二人羽織っておしくらまんじゅうや。やっぱり睡眠って大切なんですね。きちんと寝ないとこの通り頭が回りません。うち初めてのメイン動画内にバッドコンディションって。
緊張して寝られへんかったんです。許してください。収録終わったら二度寝したいと思います。枕元に可愛いアザラシのぬいぐるみ置いてるんですよ。ほんで最後さあチュッと来たら、あ、やっぱ物騒なのダメですか。なになに、鹿児島県西部の旧国名地理はほんまにやかんねん。今札幌しか浮かんでませんわ。札は札か札さ、札田札な札は薩摩、あ薩摩や。わーい、クリアしたでー。どうもしまらんな。以上、ことのはあかねでした。バイバーイ。